ついに来た北海道上陸いたしました。あ、やっぱ北の大地、北感がすげえ出てきたな。おはようございます。礼文島に来て2日目、串子に昨日は串子藩のキャンプ場に泊まって、今日も一応もう一泊するつもりなんですけど、天気予報は今日晴れるってつもりだったので景色がいいかなと思ったんだけど、結構曇ってますね。雲が低い。晴れてる方は晴れてるけど、行きたいところが晴れるかどうかちょっと分かんないですけど、いやー、せっかくだからスキッと晴れてほしいな。いい絵が撮りたいですね。頑張ろう。カブが、複雑な処理をしてるっていうのもあるけど、やっぱり GoPro と比べるとシステムの完成度がいまいちだな。インスタ、さあ串子藩キャンプ場出て、とりあえず礼文空港にでも向かっていきますかね。左から行った方が早いんだけど、 A を取りたいので右から行く。最北の花の島、礼文島へようこそって書いてある。最北の彩が彩るかけてるのね。そうそう、最北の離島ですよ。ここはすごいとこに来たな。今すげえとこにいるんだな、本当に。礼文空港は今やってないんだよな。まあでも昨日よりも見えるかな、遠くが霞んでるけど。礼文空港、あ、これを左か。礼文空港の方に登っていきます。もうどこでもダート、なんか書いてある、なんて書いてある、ちょっとダートだな、怖いけど行ってみるか。国有地、うん、この土地は国有地であり工作等はできません。許可のなく立ち入ることをやめ、入ってきちゃった。殺戦、はい、殺戦した。申し訳ございません。遠くて分かんねえよ。もっと入り口に立つとけよ。殺戦した。はいはい、ごめんなさいよ。あそこまで、あそこまで行ってから許可なく立ち入るなって無理だべ。遠くから読めねえよ。あー、すごい。お、どこだこれ。あ、日本かこれ。それ、あの、この辺なら日本かこれ感味わえるな、これが。ちょっと日本かこれ感を取ろう。本当、日本じゃない感じだな。あ、あれ空港の関係者か。なんか入ってんのは。これが礼文空港。ここも来てみたかったポイントの一つ、礼文空港。もう今は使ってない廃墟みたいになっちゃってるけど、まあまだ滑走路としても生きてるし、今なんか警備の、警備じゃないけど設備の点検に車が入ってったから、ちょっと見に飽きてんだね。ガラーンとしてる中は。よし、礼文空港を楽しめた。夜間の除雪はしていませんでしょうね。
わー広い。まあ空港だからな、直線が3000メートルぐらいあるのか、2000メートルか3000メートルぐらい。おーおー、なんだこれ、おーなんだこれ、おーすっげーウルトラ綺麗だなこれ。これは綺麗だわ。ちょっとこれは撮りたいな。そっちも撮りたいな。ちょっと全部撮るか。ちょっとすごすぎて言葉が出てこないな、これ。すげー、300度絶景、すごい。いや後ろもだな、サブロックだな、360度絶景だよ。いやーすごい、すごいしか言えない。いやー、外もあっち側だ、この先っぽまで、目先まで、離島の最北点までいざ参ります。交通死亡事故4373日0ですね。1万日目指してください。なんかめっちゃ晴れてきたぞ、青空だったすごい。お、さすが晴れ男パウワーか、これ来たか、ガタッついに来たか。最高、最高オブ最高になってきたぞ。さっきのとこあそこか、先っぽあれもう船来たの。信号がないから突っかかんなくていいな。サックサクだな。もう湾を回ってきたんだ、半分。すげえな、すげえなあ。あれ、レブンベルグかな、これ。これレブンベルグでしょ。登れねえかこれ、さすがに。正面に見えるのが戸戸島。今は無人島らしい。昔はウニの漁の時とかに人が住んでたことがあるらしいけど、なんかこっそり漁師に頼んで上陸できるらしいけど、まあそこまではそんなことはしない。スコトンまで300キロ、300メートル、そこスコトン岬まで300メートル、こっから300キロどうすんの、ロシア越えちゃうよ。お、高いから風強いな、やっぱり。道路が急に騒がんだ。で、ここがお土産屋さんで、この先に入っても別にいいので、ここから押していく、先っぽまで行って写真撮るべ。ツアーの人がいっぱいだね。
すげえ、晴れてよかったこの先にスコトン岬の民宿があるらしい。すっげえな、これ下降りるのか、これよいしょ。見るのかな、これ。おお、すげえな、絶景。最北の地スコトン岬に到達いたしました。最北限の地、うん、いやー、すげえな、これ。ここは降りちゃう方がいるんだろうな、これ。お土産屋さん、なかなかいいですね。昆布ソフトお願いします。うん、200円。はい、400円。はい、お願いします。せっかく来たからいただかないと後悔するかなと思ってはい、すいません。はい、どうぞ。いいですよ。スコトン岬だけ、それは聞いたこともねえもんなそう、そう、どんな味がするのかなと思って。せっかくね。はい、どうもです。ここはどうかな？昆布ソフト、昆布ソフトを買ってみました。いただきます。昆布感は全然わかんないな昆布感はわかんない。甘い、まあ、行き過ぎたんだろうな。昆布感は全く分かりませんが、気持ちは伝わる。うん、あ、さっきあんな晴れてたのに曇ってきちゃった。でもまたすぐ飛ぶんだろうな、これ目標か。ごちそうさまでした。3000点、折れてインスタを落とすに3000点。ちょっと動いてみよう、とりあえずすげえ、超ふわふわしてる、うん、絶対無理な気がするこれ。一応走れるけどさ、何回使ったらこれシャレなんだぞこれ。うん、それね、信用できないやめよう、やめピ全然信用できねえわすぐそこだわ。ちょんまげモードで行く方が確実かな。走行風だってあんな結構あるのに、あんなしなってたら絶対折れるでしょう。これだ、アワビコタン。ギュッと上がっていく感じ。またすげえとこだな。で、この先に展望台があるらしい。いやあ、真っ白になっちゃった。惜しい。いやあ。おお、たけし。人が結構歩いてるな。ゆっくり行こう。いやー、すごーい。いやー、風強いな。さっき伝われてる。どこが展望だって？あれか、あそこか。
いやーこれもったいないって、これすげえ物線になってる、こうへへへどっちもだけすげえとこだな、カモメと同じ視点ぐらいの高さだなこれ。いやーいやー、これはね落ちたら止まりませんよこれ、このままスーパーダウンヒルが始まっちゃうよこれ。見てると吸い込まれそうだ、見ないようにしよう、あんまり怖いから。ここが戸戸島展望台、到着。いやーなかなか置けねえなこれ、木場がないな。うう水きれい、沖縄みてえだな、行ったことねえけど、あ映んねえかな、多分映んねえなこれ、輪になってんだこれ。ちょっと登山道的な感じですね。ハイカーの皆さんは平気でひょいひょい登っていくもんな、すげえな。でも上の景色はすごいらしいから期待して、雲がなければだけどな。おお、あ海きれい。高いところだから風がやっぱ強いね。あと5メートル。ラストスパート。足が上がんねえ。よいしょ。最後きつ。はあ。ああ。海がすごい綺麗。ちょっと串子の方向はガスっちゃってるけど、すげえ。これはすごいわ。いや海がすげえ綺麗だな。よかったわ。いやーよかったよ、一番行きたかった五郎田岬。ここに来るために礼文に来たと言っても過言ではないところなんだけど、よかった。次はスカイ岬、スカイ岬、澄んだ海だっけ？澄んだ海でスカイだっけ？ネーミングが綺麗だ。確かに今の向こうのゴルダ岬のとこから見た海もすごい綺麗だったけど、スカイ岬の手前に礼文敦盛荘の群生地っていうのがあるから。ちょっとそこも見たいんだ。 J
時期はもうちょっと前らしいんだよな。6月の真ん中ぐらいがなんか礼文あつ森そのお祭りやるとかなんとかって書いてあったんだけど、書いてあった本番にも、あつ森総群聖地って書いてある。二宮金次郎の石像だもう今どこでも撤去されてるっていうのに、俺が行ってたところはリアルにはなかったな。もともと置いてないところだったな。よくよく考えると二宮金次郎ってながら運転と一緒だからな。本読みながら荷物運んだんでしょ。だからなくなったのかなこの辺になんか駐車場が、あつ森総群聖地駐車場。寝分厚森総群聖地に着きましたよ。見てみよう。一般開放終了のお知らせ。寝分厚森総群聖地の今年度の一般公開を終了いたしました。そうでしょ。瞬殺だな。通りで車止まってんわけだよ。ウケる。くそ、撮ってやる。事故のない島を作ろう、レブント。わあ、すげえ。月並みだけどすごーい。月並みの言葉しか出ないけど、いやーすげえな。晴れたし、これですよ、これこれ。晴れ男パウワー、晴れ男パウワーのこの晴れっぷり、あーこれだ。よし、到着。あー、水きれい。めっちゃきれい。森草見えなかった。カフカもね、そこは20キロもあるのか。フェリー乗り場まであるな、やっぱな。そうすると310円でいいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、デパーツモーションもう本当に終わりかけ、終わりかけ、本当に。あ、これだけ、はい、この子だけ、これがもうこれが本当の最後。いや、向こう行ったらもう終わりですって書いちゃったから。なるほど。今発注で営業でやってはいるんですけど、もう植えてみないと咲くかどうか分かんなくて。あ、そんな難しいんですか。うん、この後の鉢は今咲かないので、しばらくはもうない状態が続きそうなので。ちょっと可愛い。よかった。じゃあ来てよかった。可愛い。あ、こっちも広いんだ。ありがとうございました。これはメンテナンスも大変でしょう。ありがとうございました。どうもです。すんごいこっちは波高いな。さっきの反対側の静かな海とは全然違うな。こっちはスカイ岬の方は全然穏やかだったのに、こっちはすごいザッパンザッパンしてる。なんだ、やばい、
楽しみすぎてこれはガス欠だ。てれー、死んだ。離島でガス欠は死んだ。もうちょっと頑張ればスタンドあったかな。プスプスし始めたよ。死ぬ。やーばーし、死ぬよこれ。なんかあった気がする、その辺に。いや、スタンドのマークがないな。離島で、離島で死にました。プスプスいってる。ギャギーって言った。人んちの上止まったよ。ダセー。ガスケツ、離島でガスケツとかシャレになんねえ、ほんとに。スタンド少ねえのに。そして Google マップにはスタンドのマークが結構先回りがない。死んだ。頑張れば押せるレベルだからな。だがしかし、だがしかし、今回俺には強い味方がいるんです。こんなこともあろうかと。いや、あったけど、ありましたけど。実際予備タンク、デレッテリー、3リッター。この3リッターで俺は生きていける。キュキュ。はい、ガス欠になったのでガソリン入れます。持っててよかった、予備ガソリン。3リッター入ってるからほぼほぼ満タンだな。構造的にこれ全部出ないんだよな。いやお世話になりましたよ、やっぱり。よいしょ、なるかなとは思ってたんだけど。まあ結果的に美味しいショットが撮れたので、よそしますか。いやー、ガスケツやったよ。まあ最悪ここまで押さなきゃいけなかったね。予備があったから余裕でしたよ。せっかく準備したから一回ぐらいは使おうと思ってたんだけど、まさかレブントでなるとは思わなかった。ここでなるとは思わなかったな。ちょっとこれかな、元地っていう方に行くのかな。この用心、左元地方向。あ、これがトンネルか。1500m、この山ぶち抜いてんのか。うん、こっちは波穏やか。すんごい穏やか。島の反対側っていうだけでこんな違うの。いやー、すげー、日本じゃないみたいだなこれ。あ、すでに大型観光バス出る。おー、すっげー。おじいちゃん余裕のノーヘルですよ。帽子かぶってりゃ言えたのぐらいの勢いだったな今。平然としたな。さすがだぜ、さすが離島。そんなことぐらいどうでもいいのか。おおらかだな。津波浸水予想、このとこまでが高い、結構あるぞ。
滑りが多いところか。ああ、だろうな、うん。岩だもんな、こっちは。岩山だ。あそこが、あそこが展望台になってるのか。そうだ、すぐ下に駐車場があるんだもんな。桃台、猫台。桃台、猫台。確かに桃の形してるか。岩がすげえな。あの辺なんか、あの顔が書いてありそう。観光バスのお客さんか、これ。まあ、ちょっと待てば引くだろう。水が綺麗だな、こっちも。いやー、絶景今日。晴れ男、パワーで。行きたいとこ最高の天気だよ。猫岩、割と猫だったな。ちゃんと猫してる。桃岩は想像以上に桃だったしな。猫岩は猫、想像以上に猫だったしな。あ、あれか、あれが地蔵岩か。ちょっと押してください、はい。おお、あれ見事にパッカーンと割れてるな。コインを差し込まないでください。面白い、面白いな。ちょっとそこ絵面がいいから。何もしないでずっとここにいたいっていうぐらいすごい景色はいい。メジャーな行けるとこしか行ってないけど、これはもっともっといいとこあるもんな。これそれこそあの歩く何時間コースで歩くやつ、あれも歩いてみたらもっといい景色が見れるんだろうな。丸一日撮ってもやっぱりメジャーどころしか行けなかったもんな。もう一番行きたかったところはね、行けたから景色も良かったし、バッチリ晴れて本当最高の一日でしたよ。これはこのためだけに北海道に来たと言っても過言ではないぐらいだもんな。また来たいな。いやー本当今日は良かったな。最高でしたよ。朝起きた時は霧で真っ白だったから、うわーこれダメかこれと思ったんだけど、10時ぐらいからだんだん明るくなってきて、
スコトン岬行った時はもうバッチリ晴れてたからな。でスコトン撮影し終わったらまた霧が、霧というか薄曇りがブワーッと出てきて、でもその後また全部雲が流れてすごい綺麗に遠くまで見えるようになって、見えるようになって、うん、本当最高のコンディションの一日でした。こんなコンディションは、ね、あんまなかなかないみたいで、地元の人っぽい人が言ってたもんな。こんないい天気なかなかんでみたいな感じで言ってたから、今日は最高でした。ご視聴ありがとうございました。どうぞまた次も見てください。ありがとうございました。眩しい、きっとこれは。うわー眩しい、西日がすごい。これでもダートだなこれな。貝殻なんだなこれ。溶かったりしてたのかな。カルシウムだから大丈夫か。いやー宗谷岬来ましたね。来たよついに。日本の先っぽまで。